皆さん、こちらシーですというわけで、今回はね、トレードをやっていこうかなというふうに思っております。会社経営ですね、これ。とりあえず、総資産1億オーラムが目標らしい。今、195万か、めちゃめちゃ遠いが、ちょっとね、1億やるわ。で、おそらく、このピドナにいるエージェント、こいつは最初に会ったやつなんで、おそらく初心者向きだと思っている私、物件を買収していこう。いっぱい、うわー、見せ物小屋ってさ、趣味悪いやつやん。俺、何？予想額マイナスなんだが、は？みんな金出してもいらんって言うてるやんないか。物件しま、とかね、始末屋もさ、気になったゼロオーラム、いや、魔王殿買えるんだが、女の子から。魔王殿いるやろ。なんでさ、魔王殿までマイナスなん？魔王殿はいるやろ。いや、安いところから行こう。ビンさんととかってさ、パブ、めちゃめちゃ安いやん。いけるのではなかろうか、ビンさんと。あ、収益予想か。なるほど。この2万とかマイナスは収益予想。いや、危ない危ない。だからマイナスの持ってると、毎年収益がマイナスされてくってことか。あー、魔王殿は確かにね、規模でかいから、運営するだけで赤字になりそうやもんね。見るべきは一番下の吹き出しでしたね。うわ、高っ！ 2 万で買えると思ってたところはさ、20万。いやー、我々、総資金10万オーラム。待て待て、買えんやん。買えないやん。買えそうなところがさ、物件始末屋1オーラムとさ、魔王殿買ったら赤字。いや、それしかないんだが、待て待て待て。あー、説明書を読んできたが今、資金を要求できる。我々、グループ会社とかもあるんだっけ。とりあえずは、我々が持ってる4物件、ここに、資金を要求できる。で、さらに、クラウディウスがグループとして、69万くれるっていうことなのかな。でもさ、くれるって言っても、返さなきゃあかんお金よね。よくわからんが。お、メッサーナシュガー、これが一番安い。10万4000プラス手数料1万。これだったら、ほぼほぼ、自力でも いけそうな気がする。相手会社、ラファエロ。イケメン来たんだが、おー、さあやっていこう。ラファエロがお金を、何私、資金を要求する。何よくわからん。要求していこう、ハンス。さあ、さらに、資金を要求していこう。要求しまくりでいいのか、これは。あ、青は、ここの色で、赤とか黄色の場合は、資金要求すると、独立してしまう可能性があるらしいから、黒いのから、優先的にやっていく。ん？ちょ、待って待って待って、ポーズ。わからん。わからんが、資金要求しまくればいいんじゃないか。おらおら出せ、お前ら。お前ら。で、決定、おらおら出せ出せ。ちょ、いつ終わんのこれ。いつ終わんの。終わんなくない？終わんなくない？グループにも要求や。なにこれ。ちょっとわかんない。どうなってんのこれ。97万、これ勝ったんじゃない？え？なになに？どうやったら終わんの？お！ほらほらほら、97万、お前ら、勝てんやろ。しゃー、完全に、やりすぎた感ある。完全にやりすぎた感ある。ちょっと資金を調達しすぎた。メッサーナシュガーが買収工作を受けております。え？速攻なんか起こったんだが、イベントは。は？負けん。さあ、どうよ、この20万。ラファエロ、貴様にはもう20万出す余裕がないだろう。買収工作を受けています。なに、どういうこと？
我々がラファエルを買ったのではなかないのか。さらに、あ、なるほど、この我々が高い状態を維持してると後ろの背景の青色がどんどん伸びていくんだ。で、この伸びている状態を作る。だから相手よりちょっと高いという状況を維持しとけばいいんだ。あ、待て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 、資金を要求。足りん足りん、9万くらい9万くらい積まないと。いや、足りん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 、全然足りん。さらに4万や。よしよし、勝ってる勝ってる。この状態、この状態はいい。で、青色のゲージが伸びていく。で、相手まで押し切れば勝ちや。ちょっと高い状態を維持。よーし、よしよしよし、物件守った。いや、分かってきた。さあ、情報を見ると増えているメッサーナ種が星2、グループ技メッサーナ工房ゼロ。いやいや、意味なくないかこれ。調達できんのだが、お金駆け引き技はないわ。この取引項目もよくわからんよね。とりあえずはやりながら覚えるということで、どんどん買収していこう。お、さっきのラファエロ紹介、お前88万、安っ。お前んとこの紹介ちっちゃかったな。ビンさんと取扱科目とか見た方がいいのかね。ワイン、麺か魚わからんが、ピドナ水産行くしかねえ。我々お金出せるのは33万オーラムまでは出せる。でも24万相場必要なのか。うん、これは他を頼る、他を頼る、他を頼るしかねえ。グループ会社クラウディウス78万。待て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 、これ出しすぎやろ。メッサーナ弁当農場9万9000調達してもらい、さらに、4万調達、17万だから全然足りてない。さらに調達していかなければいけない。ハンス、青はまだ大丈夫だよな。青はまだ押せる。23万、よしよし、勝ってる状態。そう、うわー負けた。ここをカーソン農場で微妙に押していく。微妙に勝っている、微妙に勝っている、微妙に勝ってるな俺は。俺らは押されてんのか。待て待て待て、シノン、シノンの民頑張れ。30万押し返す。あ、おー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 お、メスターナシュガーで押し返す。よしよしよし、押してる。ちょっと勝ってる状態をおそらく維持するのがいいとも。まあ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 、カーソン農場で、うわぁ微妙な上げ合いが始まった。ここはなぁ、なんだっけ、ハンターハンターで相手のやる気をそぐには3倍くらいを提示しろってクラピカが言ってた気がしたが3倍も提示できんよな。ここで9万一気に押せるか。いや、メッサーナシュガーくらいで地味に押していこう。34万2000、相手が越してきた瞬間に資金調達していこう。お、いいスピード。よし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 、ピドナ水産。いや、そろそろあれかな、自社の資金も出していかないと。さすがにさすがに未銭を切れって言われてしまう可能性があるな。うわー、7500万。うわ、キャラバン、あ、開運とかね、高いよね、7400。うわー、造船、9576万オーラム。やばいやば、これはちょっと、相手はできん。我々、もっとちっちゃいとこ潰していこう。ビンさんと本社、これしかね。28万でしょ。我々、総資金もあるから、自分のところからお金出す。いや、でもあれだよね。ここのさ、黒とかは全然使えるらしいから、この、黒いのはどんどん積んでいこう。青もまだまだいける。11万積んでいく。なんてコメント出た今。あ、上になんかいろいろ出てんだな。面白、読んでなかったわ。社長は、なんか、早、次の日。うわ、2日目。おー、なんか、うわ、39万あお前やるな。39万か。ハンスに頼むしかねえ。え、
191万どういうこと？我々こんななんで お金出したの？え？俺今191万も出した？分かってない分かってない、すまん、私画面のね一箇所しか見れない病気がかかってるんよ上見てるとね下見れんのね。分かってる人にとってはこう、お前そこそうやないやろっていうね、まどるっこしい感じになってるかもしれんが、もうちょっと温かい目で見てくれ。で何？駆け引き技？物件独立工作、敵の独立を上げる。なるほど、なんか面白いといえば面白いがよくわからんな。さっきさ、いきなり我々のオーラムが釣り上がったじゃないですか。ね、グループ技が発動した？そう、ちゃんと見よう。上のコメントも見ながら、しっかりと状況を把握していく。そしてもうちょっとスピードをゆっくりとやってほしい。メッサーなキャラマン、もう一回練習しよう。23万積まれてるでしょ。で、ここで我々23万を最初にドカンと越さなきゃいけない。13万調達。自社もそろそろやってみんなが。で、ハンスも入れて、これでちょいオーバーだよね。うわ、91万。こんな時のための、あ、コケ引き技？いやー、これいらんやろ。こんな時のためのさ、クラウディウスなのではなかろうか。100万頼んだ。よしよし、179万。待って。やば、あ、黄色くなっちゃった。え、敵強くないこれ。自社もお金出すか。自社から、50万くらい足りない。50万くらいない。60万くらい出そう。よしよしよし。うわぁ、50万くらい足りなくなってる。資金要求。つら、つら、つら。いや、もうこれ、青色を全部、黄色くするくらいの勢いでどんどん追加しないと負ける？うわぁ、追いついてない。うわぁ、追いついてない。待って。なんでこんな強いの？自社、え？グループ、あ、待って。グループ技？いや、お前、まんまメッサーノや、まんまメッサーノや、頼む、終わった。なんで、嘘やろ。強すぎやないか、今。500万も積まれたんだが。やってしまった。加点。買収に失敗した場合は、自社から出したお金は戻ってくるらしい。でも自社からってことは、今頑張って資金調達した分は、戻ってないのかな。正義を解く。駆け引き覚えた。これ安くていいね。1オーラム、どんどん正義解いていこう。これ難しいな。失敗したら本当はリセットするべきなのか。私セーブしていない。安いところ、ピドナットコットン。これ38万って嘘だからな、相場。相場38万って言ってさ、38万で買えた試しがないやろ。めっちゃ積んでくるもんな、初日。うわぁ、300ないの？どういうこと？うわ、何これ？もう、意味わかんない。は？は？は？ちょっと待って。やる気なくしたわ、諦めよう。え？908万。ふざけてる。何があったの？メッサーなキャラバン？あれか、親会社が強いっていうパターンなのか。メッサーなキャラバン。ピドナコットンは弱いけど、後ろについてるキャラバンからグループ会社でお金調達して、1000万もドンと乗せてくんのか。相手クラピカやな。完全に私、繊維そがれた今。いや、絶対さ、ここでしょ、アケ。どこだっけ？アケはさ、どう考えても安い。待って。相場？嘘やん、高いやん。あれ、高くない？ちょっと待って、57万。買収するのに66万。あ、でも我々130万、そうか。1年1期経ってるから、収益が加算されて、確かにお金は持っている。いや、でも66万。嘘、アケ高くないか。やっぱりさ、アイコンがこの村アイコン、ギドラント安いでしょう。あ、やっぱお前なんか。村長、町長か。私が町長ですが、エージェントになってやがる。買収。あ、安い、14万。うわー、アケ意外と、あれだな。あそこはいいコーヒーとかが取れるってことか。とっこ。
だこれいけないよ。木こりのペーターは、ツバイク商会所有って書いてあるじゃないですか。これ14万って言いながら多分ツバイクがドーンと1000万くらい乗せてくる。こういうね、職人ノエル、お前は潰せる、後ろがない。バックがないやつから行くんよ。私わかりました。バックがないやつを、まず潰していく。18くらい出せば、相手ビビるやろ。お、14しか調達できない。でもこれで、ね、完全に押している。駆け引き技とかする。正義でも解いとく。どうだ。あ、動かされた気がする。よし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 。やっぱバックがないやつを買収していくんだな。なるほど。頑張りやがった、頑張りやがった。こいつ。1万追加で足りる？オッケーオッケーオッケー。コスク行こう。うわー、相手もこすい。安い、ちょっとでいい、ちょっとでいい。カーソン農場、もう一回頑張ってくれ。1万、あー、お、まだ勝ってる、まだ勝ってる。よし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 。押し切れるっしょ。オッケーオッケーオッケー。お、スマイル0円手に入れた。ささやかなプレゼント手に入れた。うわ、偽情報流す。うわ、なんかすげ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 。なんか、やべえ。偽情報流すとか手に入れたんだが。駆け引き技。敵者の判断を惑わし、その行動を遅くする。10万。10万かけてもこういうのはやるべきなのか。プレゼント。これやばいやつだ。まんじゅうの下のやつやん。スマイル。ああ、やっぱ0円なんだ。いや、なんか、まだ分かっていないが、ちょっと面白いわ、これ。あ、こいつもバックいない。1万、あ、勝ったな。こういうのどんどん買収していこう。バックがいないのは、どんどん買収していく。11万くらいポーンと出して、これで。いいでしょう。放置しておけば。あっしょー。よーし、おもてなし、おもてなし。この時代おもてなしなくないか、まだ。時代先取りしてやがる。さあ、どんどんお金が溜まっていく。メッサーナシュガーが買収工作を受けております。ラファエロ調子乗ってやがる。総資産48、ラファエロ紹介ぶっ潰してやる。さあ、紹介が相手となったら、グループに要求だ。これ絶対ね、グループに要求してった方がいい。まんまメッサーノ。ドンとつね。これ相手にやる気さ、そぐ。どうよ。は、21万。こっちのところ155万よ。どう ?4 万。駆け引き技とか使ってみる。偽情報をこう流すことによって、混乱している。で、この間に一気に押し潰す。問題なーい。やりすぎた感がある。すまん。イケメンを倒すのに本気になってしまった。あ、ちなみにイケメンっていうのはね、ミンサガの時にラファエルっていうね、ラファエロではないんですけども、まあエロなんだけどね、あいつはね、イケメンがいたんですよ。あれを、今で言うなら、アビス送りにしたやつ。ツバイク紹介って、バックについてるツバイク紹介の実力。あー、少なくともトップ20には入っていない。いやー、でも手を出すのは怖えなー。ハンターのニルス。よし、こいつを潰そう。スマイル。お色仕掛けに引っかかりやがった。さらにプレゼントしていこう。よし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 。ハマっている。次の日、商談がまとまっていく。ニルス、買収したり。ちょっと、木こりのペーター怖えから、後にしよう。ボルグは、5900万オーラム、とても無理。となれば、ちょっとギドラントは、これでおしまいだな。あと、どこ安いかな。アケが意外と高かった。ランス、ユーステルム。いやー、ランスはでも、街としては結構ちっちゃいよね。あ、でもさ、ここってさ、確かさ、これダメだね。お金持ち住んでるよね。指輪くれたが、これ絶対強いと思う、ここ。いや、でも57万、137万。一部はいけるか。なるほど。ヤーマス。ヤーマスどうだ、ヤーマス。
わ、ヤーマスタケ。ヤーマスタケ。わ、そうか、ドフォーレが持ってんのか。確かにここドフォーレ商会いるんだ。手出したらまずい。ぶっ殺される。ドフォーレ商会は大手だ。大手とは戦わない。我々コスク行こう。モウゼス。モウゼスは分断してるし、186万、18万もあるか。よし、モーゼスを潰そう。モーゼスローブ、やっていこう。55万、なかなか高くなってきたが、我々としてはそろそろグループに要求。うわ、たっかグループ、我々のグループでかくなったな。これだったら、普通に積んでいこう。33万足りないから、待って待って待って。もう一回、17万くらいまで積んでいく。で、さらに、駆け引きまでして、スマイル、カタリナさんのスマイルと、ちょっと待つか。何？スマイルの応じない。ちょっと、資金乗ってくるとは反則なり。モーゼス、ローブ、3万追加し、さらに、プレゼントまで渡していく。積まれた。さらに、もうちょい出したいな。4万くらい積もう。お、あまり積めなかった。まとまっていく。押していく。駆け引き技、正義を解く。あんまこんな安い駆け引き技やっても、多分あんま意味ねえんだろうな。うわ、積まれた。ハンターのニルス、2万。勝ってる、勝ってる。押していこう。お、なになになに、すげえ来ることがあんだ。今、なんて書いてあった今。なんか今、ボーナスあったね。誰かから、ささやかなるプレゼント、100万オーラムくらい来た気がする。モーゼスローブ、ゲットしたり。さらに、モーゼスワインも潰していく。オッケーオッケーオッケー。100万待って待って待って、モーゼスワイン強えな。我々グループに、グループ、今こそグループが強すぎて、あ、これいいね。グルメロワーヌ、これが追加されたのか。127万、ちょうどいい。で、ここでさらにこのままだと押し負けるから、おー、メス、これ黒だからいいね。これ積んでいく。で、押せる。スマイル。スマイルからの、ささやかなプレゼント。これ鉄板。やるではないか。ちょっと追加して、で、さらに、偽情報を流しとこう。勝ってる状態で偽情報を流すことによって、敵、資金追加するのを、うわ、渋らねえ。リンさんと6万積んで、微妙に勝っている。押し切りたい。170万で押し切りたい。うわ、シュガーが黄色くなった。独立してしまう。赤までいったらやばい。黄色だったらまだセーフか。押し切っていこう。うわ、積まれていく。黄色はまだセーフだと見て、10万くらいのいいとこないか。ピドナ水産11万。いいだろ、これ。何？やりおる。やりおる。もっと駆け引き技をうまく使えって話なのかな。お、もてなし。おもてなししながら、なんか今、聞いてた聞かなかった。黄色くなっていくな、みんな。やべ、強え、モーゼスワイン。モーゼスワインが強すぎる。21万や！なに？ 21 万や！シノン！シノン頑張れ！シノン、3連続シノンや。うわー、つえ。待って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 。いや、もうここはメッサーナ弁当で39万くらい積むしかねえ。39万積んで、あとちょっとだから、なんとかして、駆け引き、偽情報流すのあんま意味なかったかな。正義を解いていこう。反発してくる！お前、じゃあ裏金だ。あぶねえ、激戦あっつ！あっつ、これは。冬だけどあっつ。ん？シノンで馬の放牧が始まりました。なんか、シノン頑張ってくれてんな。あれか、この、王冠とかがついてるから、馬に、なんかあるんやろうね。この辺は2周目、なんだっけ、誰かが主人公の時、トーマスか、
トーマス主人公の時に、多分このトレードっていうのをねやるのが正解ってわけじゃないが、メインストーリーなんじゃないかなと思うんですよね。トーマスイベントだし。だからトーマス州の時にはこれめちゃめちゃ調べながら徹底的にやっていくしかねえ。さあ、魚も支配していく。まず胃袋を支配していかなければならん。よし、ここは弱い。モーゼスフィッシュ。マジシャンズギルドパトロンマイナス7。マイナス7ってなんか影響あんのかな。いやでもマジシャンも買っておくか、それとも我々もっとやべえとこに挑戦する。まずマジシャン行くか。まずマジシャンをサクッと落としていこう。よしよしよし、問題ない。で、115万相場モーゼス農場、今ならいける。おお、積んでくるね。グループに要求で、うわ、500、121万、グルメロアヌ、ちょうどいい。145万円。で、駆け引き、とりあえずスマイルしてこう。スマイルしながら、さらに偽情報も流して混乱させていく。ん？何？いい調達をしてくる。わあ、黄色くなっている。35万追加で、スマイル0円。お、交換抱いている。さらに1000円なんて合ってないようなもんだからな。どんどん渡していこう。お、いいスピードで押している。これは押し切ったか。よし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 、イメージダウン覚えていく。さあ、いい感じで買収ができている。面白いな、イメージダウン。悪い噂を流す、流せ汚えことばっかやるんだな、社長って。さすがにキャラバンは無理だが、モーゼスグレイン151万、今ならいける気がする。やっていこう。そろそろセーブするか、さすがに。グループに要求、グルメロワーヌ、いや、254万グルメ、うわー、クラウディウスくらいで一気に押し切るっていうのも、ありよね。やっちゃうか。いやでもグルメロワーヌが黒なんだよな。黒はちょっと多分時系列で回復してくんだよね。だから黒はさ、使い得な気がする。だから黒の41万も使えるんだと思うんだよな。ちょ、まだ早い。いや、でも積んどこう。41万積んで、で、さらに、スマイルしながらの、微笑みの裏に隠された、悪い噂の流すイメージダウン。悪魔よ、これよ。で、さらに、偽情報も流していく。裏工作。よしよし。モーゼス・グレイン213万オーラム。結構かかったな。ランキングに入った。我が社20位。羽のマークがついている。物件数16。順調。さすがにセーブしよう。いやー、明け行くか。もうこうなったら。明けの物件。いやでもなんか、だんだんこれ高くなるんよね。多分、明けの物件も意外と高くなっているのではなかろうか。360。うわ、140。うわ、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 買えん、買えん、買えん、買えん。いやでもさ、我が社も1200万。そう、ランキング入ったんだよな。ランキング入ったんだよな、我々。いける気がするな。コバルカンパニー、ちょっと、ぶっ潰していこう。おー、積んでいく。グループに要求。グルメロワーヌ、174万。駆け引き。さらに正義解いていこう。明けの住民はこういうの弱い。よしよしよし。そしてさらにこっそりイメージダウン。勝っている。で、偽情報も順まで流しておく。これで相手の、行動が遅くなる。一気に押せないかな。100万勝ってるし、いったでしょこれは。よしよし。うわうわ、今いくら積まれた。うわーマジか。結構一気に来たな。いやでもあとちょっとだから、ここは微妙に出しながら勝っていく。
押し切れ。よし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 。あぶねえ、コバルカンパニー。19位。これやり方合ってる？これやり方合ってんのかな？なんか、ゴリ押し感半端ねえが、こういうもんでいいのか？グループ会社も、これなんかうまくグループが作れるような買収の仕方とかをしたらいいのかね？ロワールのグルメだけ買い取るとか、うん、クラウディウスのゆかりのものを買い取って買収していくとかね。なんかあんのかな？さあ、明け木材、相場168万、これもいけるでしょう。168万、このくらいになるとやっぱグループに要求が強いね。グルメロワーヌが毎回クローンに回復するし、グルメロワーヌ、マジ使える。そして、一気に100万くらい勝ったところで、スマイル0円。これ片っ端からやっていこう。何？聞かない。おもてなししよう。お前らステーキとか食ったことないやろ、どうせ。何？お、1412万、神の恵み。なんだよ、なんか、なんとかの恵みって出てなかったか、今。これ分かったな。さあ、どうって、笑っとこう。なんか上の文章結構面白いね、ちゃんと読むと。めっちゃ早いからさ、私追いつけてないんだが。よし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 。いけるな、このくらい。あけ、これは、かなり買収できる。え？ラファエロがまた来やがった。ラファエロをぶっ潰してやる。よし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 、ラファエロ。俺に喧嘩を売るなんて100万年早え。わー、たけー。サトウキビ、441万。いや、こういうのにね、挑戦していかなければいけない時期だと思う。441万は、さあ、グルメロワーヌ、クラウディウス。まずグルメロワーヌで264。いや、待って、クラウディウスくらい、まんま滅したのやべえな。クラウディウスくらいにお願いして、もう、402万積もう。まずここで、戦っていく。で、さらにグルメロワーヌまで積む。700万、740万。よし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 、いい感じ。よしよしよし、悪い噂も聞いていた。700万オーラムで買収完了。いけるね、これは。グループ会社が我々かなり強くなった。なので、グループ会社からの資金にかなり期待できるわけだから、これはいける可能性がある。アケスパイス1000。いや、コーヒー571万。大丈夫、バックはついていない。500万なら戦える。我々戦える。行く？まんまメッサーの行く？いや、西風の恵み、635万、ちょうどいい。これでいこう。さあ、どうよ。ほぼ倍。グルメロワーヌまで積もう。もう、どんどん、バーンといこう。994万。もう、駆け引きは全部使っていく。どんどん使っていこう。多分、この辺のもう、お金は安い。我々の今のこの相場に関して言ったら、10万ごときなんていう問題もない。全部やっていく。押し切れる。よし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 、コーヒー。17位。お、造船とか勝ってんのか、ヴァンガード。ヴァンガード買収しに行くのも悪くない。さあ、アケスパイス、最後ここ。なんかさ、これさ、やっぱ全部買収するとさ、独占して収益2倍になるんじゃないか。さあ、800。来るときだろう。まんまメッサーノ行く。まんまメッサーノ1500万積んでもらおう。いいねー。見たか、我々の力圧倒的じゃないか。根回し。14位。100万根回し。物件の独立権度半分に下げま。はー、いや、でも強い。グループ会社には効かないのかな。グループ根回してきたらさ、1000万とか調達できるところを半分にできたら嬉しいが、さすがにそうはいかないよね。多分グループ会社って中のこの構成で決まってるから、基本はこっちなんだよな。所有物件の方から100万かけて半分にしていくっていうことなんだろうね。いや、でも私やりきったので、この物件
やっぱバンガードじゃない？いや、バンガードこの音楽めっちゃいいし。いや、バンガード我が物にしたい。さあ、やっていこう。物件いくら？360万、145万、どうということはない。940万ちょっと高いな。1414万。いや、でもこの辺も、まだいけなくはないよね。もういけなくはないよね。マッキントッシュ？マッキントッシュってさ、マックですか？今のうちに買収しとかないとやばいことになるよ。これ今3200とか言ってるじゃん。3200億くらいになるよ、すぐ。超とか。マッキントッシュはやべえ。ルーブの羊飼い360万、もっといけんのかな。織物1414万。このくらい一回挑戦してみる。我々総資金も2900あるし、いざとなったら自社資金もぶっ込める1400万。戦っていこう。まずグループ会社、うわー、グルメロワールも行きたいが、まんまかな。まんまで1794万積んでもらい、圧倒的な力を見せていく。ちなみに根回しってもしかしてさ、全体半分にする？おい、クソ強くない？そしたら100万かけても全体半分だったらめちゃめちゃ強いよな。よしよしよし、何の問題もなくなってきた。これはかなり押せる。どんどん、メッサーナシュガーが、またラファエロが来てんの？もうラファエロストーカーやん。いい加減にしてくれ。あ、なになに、罰って何？モーゼスグレインがいなくなった。アホだったのに。青からでも罰になるんだ。なるほど。独立されてしまったということかな。お金を調達しすぎたかもしれん。モーゼスワインを、あれかな、もう一回買いに行けるのかな。くっそー、ラファエロにやられた。モーゼス、お、総資産1億ロームなったやん。結構割とすぐなったやん。13位。楽しい。さあ、音楽もいいし。1億オーラムがなんかあれじゃなかったっけ。おー、ほら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 、よく頑張ったな。おめでとう。少ないが受け取ってくれ。1万オーラムを得た。我々1億持ってるのに1万か。確かに少ねえ。君には才能があるようだ。確かにね、悪くなかった気がする。よかったらウィルミントンの私のところを訪ねてくれ。これ第2のイベント始まりってことか。いやでもね、トレードは始めてしまうと、トレードのエージェントになってしまって通常の会話ができなくなるらしいんですよ。例えばあれだよね、私は町長ですがエージェントになったりしてるっていうことですよね。なんでやりすぎるのもどうかっていうのもあるんよね。ちょっと置いておこうか。いやー、最後にラファエロにちょっとやられたな。ラファエロっていうか、私がお金要求しすぎたのかもしれんが、青色から独立されてしまうっていうね。というわけで、今回はトレード会ということでこの辺りにしましょうか。お金もね、1万オーラム増えたし、まあ使い道ないんですがちょっとね、初見の方にとっては何をやっているか分かんなかったかなっていうところもあったかもしれないんですけどもね。次回はちょっといろいろとね、コメントもいただいているところありまして、あ、一部紹介すると、そう、これよこれあ、すまんね。俺さ、ウォードさんさ、俺フランベルジュ持ってるからさ、消費が倍になってると思ったんよ。あの、技ポイントのね、消費が倍になってると思ったんよね。まあ、強い武器だから仕方ねえかと思ってたんだが、魔王の盾の効果だったらしい。魔王の盾持ってると消費2倍なんだって。これね、今魔王の盾いらんわ。いや、ブルクラがめっちゃ強いんよ。ブルクラめっちゃ強いが、消費6。我々技ポイント43しかないのに、これが消費12になるのはマジで良くない。まあこの魔王の盾っていうのはめちゃめちゃ強いらしくて、全ての攻撃を防御できるんだよ。稀にって書いてあるけど、そんな稀でもない。
そこそこ高いらしいよね、確率。で、しかも、なんといってもね、両手武器持ってても発動するらしいんですよ。普通の盾と違って。で、めっちゃいいんですが、2倍はきつい。あとはね、これ、仕込み杖。これをね、ノーラに持たせて、少し使ってみれば、手放せなくなるはずっていうコメントをいただいておりました。使ってみる？威力16だが、おそらく、隠された効果があるんですよね。まあ、杖だったら、ゴールデンバットでも固有技。いや、でもゴールデンバット弱いからな。仕込み杖でも、大進撃とか、いろいろ打てるでしょう。いや、16？ 攻撃力16。ゴールデンバットに、完全に負けてるよな。なんかでもあるんだろうね。私の予想でいくと、仕込み勢だから、これは、殴ろうとした瞬間に先端パカ開いて、ドーンっていう感じじゃない？伝わったかな、今。マスカレード的なやつ。これな、多分ね、一回殴ったら、次のターンから、10になると思う。仕込み勢ってあれだっけ？剣になるんだっけ？あ、そう、仕込み勢ってあれだよね。一見杖みたいに見せかけた中剣だっけ。剣になるのかな。いや、でも楽しみ。これ使っていきましょう。というわけで、今回はここまでにしましょう。皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思ってくださった方はコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。